高谷さんついにスカイラインにベンンンツのエンジがンが乗る時代が来たねあのねあの箱スカラがいい、えー、それ。いやーっていうかあのターボエンジンを積んだスカイラインだけ、うん、実は僕乗るチャンスを逃してて、うん、まあ興味はあるし、うん、世間でも一時期すごい話題になったし、うん、そもそも普通の人は、うん、ああいうコマーシャルを見ても新聞を見たりしても、うん、多分 かかんないよ意、ね、意味味はねスカイライン、うん、日産ベンツ何、うん、だそれ <laughs> に日産の中でもあのベンツのエンジンって言ってほしい派といやいや言ってほしくない派と2つあるから。うん、それはそうですよつまり自分たちの商品を、うん、ベンツのエンジンが乗ってるから買ってくださいってい、うん、売らなくちゃいけないそのまあ昔ながらの誇りある セールスマンやその営業フロントなんかはそうだ、ね。だいぶ厳しい思いをしてるはず。ですスカって言えばプリンスだからさ。まあ、プリンスと言えば、中島憩いから別れた。もう日本のなんか、こう一番重要なね。自動車のこう一かゴを持ってたブランドなんだけど。ついに魂売ったのかみたいなね。そういうふうに、多分。多くの。ちょっと年配の人たちは捉、うんうん。思うね。こらえて。で。若い人たちは、うん。 何ががだだか分からなないいってううのが正直とところ思まあとにかくあのスカイラインはアメリカでインフィニティだから、はい、で高級ブランドレクサスみたいに売りたいんで、まあ、3年ぐらい前かなパリサロンの時にカロス・ゴーンとディエタ・チェッツェダイムラー・ベンツの会長とルノニサンの会長がね、はい、あの緊急記者会見やってその場に呼ばれていったんだけどこれからメルセデス・ベンツとルノニサンは包括的な提携しますと。 もちろん欧州でのこうディーゼルのやり取りもあるしあとスマートとトゥインゴ、はい、これもプラトゥーム共用じゃないいそう、多分、まあ、そういう流れがまたあの2000年代に入る直前にあった同じようなジ GM とトヨタが手組んだりとかねそう,そうですね、うん、ああいう、まあ、第4かな、うん、今回はそういう、うん、あのムーブメントが起きて、うん、まあそれは多分小型車とか、うん、新たなその 低燃費のコミューター開発のように行くのかなと思ったら、うん、我々の目の前に出てきた最初の例がスカイラインだったから、それは驚きますよ。うん、だからまああのその放火的な提携全体の話といえばね、水素燃料電池車もあるし、ディーゼルもあるし、まあ一部そのガソリンエンジンターボのインフィニティに C クラスのエンジンが乗っかるという話もあるし、えー、トゥインゴとスマートまあ4244とトゥインゴが プラットフォーム共用されるとかまあ見えないところではかなりこういろんなジョブがあってそのうちの一つがスカイラインにまあ C クラスの2リッターターボ直運エンジンが乗ったと。ということは、まあ、ずばり清水さんはどう考えるか聞くとこういう提携ってそのどちらかがどちらかのんのて言うんでしょう 一方的に何かをやっっててあげるってことはないわけじゃないかだからマスターとスレーブの関係じゃなくてまあウィンウィンのジビジネスの,あのリターンがお互いにメリットがあるって感じですね。厳しく自分たちのメリットをやり取りしながらの、うん、その提携が当たり前ですよね。うん、例えば、うんえー、それをちょっと甘く考えると、うん、まあ僕の意見ではフォルクスワーゲンとスズキのように、うん、ああいうふうにこう <laughs> 召喚衆と文化の違いがやっぱこう表に出てきちゃう。 今度のスカイライランはもうビジネスで割り切ってるから、まあ、株式は12%ぐらいずつお互いに持っちゃうんだけども株で会社同士を近づけるんじゃなくて商品の共用化でシナジーでお互いのまあコストメリット世界的な生産メリットを上げようってことなので、うん、スカイラインはどっちの貸しなんですか、うん、どっちの借りなんですか 僕どう見ても、うん、メルセデスはスカイラインにエンジンを出してあげる義理なんかないのに的な捉え方、うん、ところがねアメリカであのエンジンは誰が作るかって生産工場見るとよく分かる。日産の工場で作るんだよねメメキシコメキシシココかアラバマかアララババママに ああの別の工場があるじゃん、はい、で ML 作ってて今度は C クラスも作るんだよね。はい、でまあ日本の C はあのドイツから来るんだけど、まあ、ドイツアメリカ中国南アって C クラスは世界4箇所で作られるんでそのアラバマで作る C クラスのエンジンを実はアメリカの日産の工場がねなるほど作るんで。そのスカイライランと あのベンツのエンジンの提携以上に実は両者にとってもっと大きな話が多分あるんだよなるほど買ってきてきじゃなないんだなるほど、うん、でしかもまあ巨大市場といいますか一番大事なアメ,アメリカ市場の膝元で作ってでインフィニティは日本ではスカイラインじゃないじゃあちょっと日本で出してあげようかくらいでただ日本人はそのスカイラインって伝統的なブランドだからいやこれにベンツのエンジンが乗っかって嬉しいっていう人と。 いいやいやベンツ・エンジン悲しいなっていう人と、まあ、そんな意見が感傷的に今あの感情的に分かれてる二分してるそれは確かに、うん、だかスカイラインっていう名前が大きすぎるんですよ,そうなんだよねあれがフーガだったらどっちことないんだけどまあ多分、うん、まあおっしゃる通り <laughs> まあでもフーガもスカイラインもも,うもはやプラットフォーム一緒で,一緒ですからねそのスカイラインだからこそあれだけ話題になり、うん、でかつインフィニティマークがグリルについてるっていう、うん さららにななんかかよくわい事実があり、うん、ただこれはインフィニティであると。うん、でたまたま日本に入ってきたらなぜかスカイラインの棚が開いてたんで、うん、そこに収まったというふうに考えると、うん、まあ僕らはなんとなくわかりますけどでもお客さんに清水さん結局のところあれはいいのって聞かれたらどう答えます、うん、でもこれかでらの若い世代のイメージで言えばね,ねセバスチャンベッテルが載ってる ネットボールの F1 にインフィニティマークはあんだけでかくあるからおい F1 やってるあのブランドなんだなといやーでも今 F1 の視聴率低下はもうかつてないほどで本当に今苦しんでるらしいですし、うん、でも進行国はわ分かんないよねでももう一つルノー・ニッサンとメルセデスが提携しようって決定したねその動機の一つは やっぱりもうすでに BMW がエンジンをプジョーシュトロエンに出したりあるいはあのプジョーシュトロエンと BM との提携だけじゃなくて BM はトヨタともやり始めてますよねだからそういうところで協調と競争領域が変わってきてもはやエンジンでは競争領域ではないと協調でいいんだとこれだけ排ガス規制エミッション燃費まあコスト 難しい領域になったのでそれぞれの自動車メーカーがそれぞれに独自のエンジンを作る必要ないよねとだから車の乗り味はどこで決めるんだろうって考えたときに例えば C クラスのまあ E クラスもいいんだけどガソリンディーゼルハイブリッドいろんなものを乗ってもやっぱりハンドリングでベンツらしさっての出してるじゃないどんなエンジン乗っかってもねつまりエンジンはもはや競争領域ではないと なるほどいうふうにヨーロッパは割り切ってるんじゃないかなと日本はまだねあのメーカー独自の技術エンジンは心臓部って書くじゃない、うん、でももう向こうは心臓誰でもいいよって動けばいやそうですね BMW みたいな会社にエンジンって入ってるようなところが「うん、プジョーから「買う」はクライスラーと一緒にやるだけだって最初トヨタのディーゼル乗っけしたからねそ,うですでその後プジョーのディーゼル乗っけてその回ガソリンを「ョーに出して。 ただですよ、うん、それはやっぱり今までの流れを見てると、うん、ヨーロッパのメーカーは一時的といいますか BMW はその後に今もう世界に誇れるディーゼルラインナップを4、6、うん、こう全部持っているというか、うん、必ず自分のところでこう塗り固めてくるみたいなそういう感じがするんですよねうそうだねまあでもそれももうちょっと見るとやっぱりマグナシュタイヤにかなり工場を作らしてシュ、うん、タイヤ側で作らせたりしてるんで あのそうはまあ B.M だからやっぱりエンジンに対する誇りはあるとは思うんだけどあの意外ともうそこは競争領域じゃないっていう意識は多分あるんじゃないかなと思うんだけどねフォクスアやヤンディなんかもう見事にそうだよねそうですねあの<な> T.S.I との呼び方は T.A.F.S.I と T.S.I って違うけどまあ果たしてどっちが作ったかわかんないんだけどねそれに、うん、あの昔ながらのこういいイメージを持っている あのお客さんたちがちょっとついていけない現状がこういう、うん、なんか今の背景ですかね、うんうん、だからそれがもっとその最初の段階で行われたのは海ンにフォックスワーベの V6 エンジンが乗ったし、うん、今度マカンにはアウディの2リッターエンジンが乗るし、まあ、それはグループの中だからあの意識しなかったのかも分からないけどね。 メルセデスのエンジンだからワーイって言って買うっていう人がいるとも思えないんですよ。はいうん、やっぱり普通に思ったらメルセデスのエンジンはメルセデスに乗ってるべきだと、うん、普通の感じで,でそれを超えるだけの何らかのこうメリットというか強烈なこう魅力というか、うん、そういうのがあるのかなっていうことだけが心配なんですけどそれはありあのスカイラインはもう一つのトピックスはね まあ、バイワイワヤーステアっていう、ね、世界初の、まあ、ブレーキもバイワイヤーアクセルもスロットルバイワイヤーついにステアリングもモーターに置いてこのモーターで塔をコントロールする、まあ、ステアする技術がまあできたわけですよで。それは今の段階では 350GT っていうハイブリッドにしかついてないんだけど、ね、やがて2リッターのベンツのエンジンに乗っけた、えー、200T っていうのかなあの2リッターのターボのスカイラインにもそのバイワイヤーが乗ると。 でまあ、深読みすると意外とこのバーバイヤー技術はメルセデスから見ると結構魅力的に見えてるんじゃないかなと。うんそうですか。うん、ちょそうするとまあ技術的なコラボをまたその初代の自動運転自動操縦行くときにやっぱり塔を自在にステアフロントをねあのコントロールできるっていうのはものすごくメリットありますよね。うんうん、ステアリングシャフトを動かすと どうしても人間の反力のところに来てしまうから、だからこの辺でちょろちょろってやってね。そのレーンキープとか、いろんなその技を入れることはできますよね。だからそこまで考えていくと、意外とこのコラボはその次のステージがあるんじゃないかなと。なるほど。じゃあ、あ、うん、今すぐ飛びつかなくてもいいと。ちょっと、まあ、見とけっていう感じですか。ただ問題なのは、あのシクラス。の、まあ一点六のターボと二リッターありますよ。 で2リッターも馬力の違うのは2つあるよねでスカイライン乗っかったのは一番ピンのエンジンなんですよねところが一緒に走ってみると1.6ターボの C クラスと2リッターのベンツのエンジンを乗っけたスカイラインと加速性能とかサーキットの速さって同じようなもんだね、うん、だからいかにスカイラインがその動的な性能においてね負けてるかでそれは一つは約車重が1 0 0キロ近く重いと。うん だから車体技術では全く C クラスに届いてない、まあ、エンジン AT 一緒にもらってるからその直線ですっと加速するところだけはいいんだけどやっぱ空力とか転がり抵抗とか燃費も実燃費も全然届かないの C クラスにだから C の心臓部をもらったところでやっぱり日産は日産車なんだよね分かりましたそれはね、うん あの非常に安心します。あの多分みんなそうじゃないかなと思ってるけど、<laughs> うん、それをはっきり言ってもらうのってのが実は大事で。で値段を見てもそんなに使えるんやつじゃないんだ。値段高いですよね。うん、だからシーカイと、うん。そうですね。<laughs> うん、あのありがとうございます。それが大事です。<laughs> をえ使えるにしかない技術何かしたらむしろバイワイヤーなんですね、うんうんで。そこはポジティブに見てんだけど、でも現実のチューニングはうまくないから。 まだ出来損ないのところがあって、まあ、ちょっと厳しい評価をしてるけど、まあ、せっかくの,その素晴らしい先進技術を持っていながら商品としてまとめる力今日産はねその力がすごく衰えてるそう思います僕も、うん、そこはもう警報を鳴らしたいなと思ってるのねわかりましたじゃあまあベンツはベンツにとりあえず今は任しとけと任ととけと、はい、だ開発も全部丸ごとベンツにしゃげるんじゃないの そなると、今度またあのブランドがなくなっちゃうじゃないですか <laughs> <laughs> まあ、やっぱりその辺はもうちょっと考えないといけないですねで昔、日産がほらサンタナ作ったんだからああ <ー S 1> 今度、四棚でいいんじゃないかなと思うんだけどどうですかねわ <laughs> かんないでしょ、今の話多分、みんな一生懸命今ググってますよ、サンタナフォルクスワーゲンさん四棚は条件だけど、<うん S 1> だってザマ工場に 懐かしい懐かしいですけどでそこまでやったらちゃんとヨーロッパ車になったじゃないサンタナそうですね、うん、おっしゃる通りだからパートレーンじゃないんだよパートレーンじゃない、うん、競争領域は、うん、乗り味を決めるのはやっぱり車体とサすス,ステアリングなんだよありました